2つのギネス世界記録を持つ現代の侍、居合千本斬り。そして末斬り七太刀。驚異の技を見せつけた平成の侍、町井功。頭切ってほしいわ。募集しました。町井さんに切ってほしいもの。この一言がきっかけで新たな挑戦が始まった。生卵斬り。かっけえ。キュウリ水平斬り。そして時速120キロで迫る野球のボールも。見事マックス。まさに想像を絶する神業。平成の侍がさらなる奇跡を起こす。平成の侍町井功シリーズ、今夜もすごいものを切ります。ベスト3。第3位、8ミリの傘を切れ、瞬殺居合斬り。町井に課せられた最初のお題、しめじ。しめじの傘の部分を半分に切る。しかも鞘から刀を抜くと同時に切る居合斬りで成し遂げなければならない。傘は高さわずか8ミリ、わずかな狂いも許されない。果たして切れるのか。これだ。1、2、3。切れんの。見事成功。スーパースローで見てみると、傘の中心を正確に切り裂いているのが分かる。残ったしめじもご覧の通り、実に鮮やかな切り口だ。平成の侍町井功、今夜もすごいものを切ります。第2位、寸分たがわず鞘を切れ、必殺水平斬り。次なるお題は遠藤豆。もちろんただ切るだけではない。横にして置かれた遠藤豆を水平斬りで真っ二つに裂いてもらう。水平斬りは最も難度の高い技にもかかわらず、切り込める幅はわずか数ミリ。しかも遠藤豆は固定せず、ただ置いただけ。切り込む角度をわずかでも間違えれば、切れる前に飛んでいってしまう。果たして切れるのか。それではご覧いただこう。これだ。1、2、3。きます。成功したのか。スーパースローで見ると、見事に真っ二つ。中の豆まできれいに切り裂かれている。わずか数ミリの厚さのエンドウ豆を端から端まで切り抜く。これぞ神業だ。平成の侍町井功、今夜もすごいものを切ります。第1位、直径6ミリの弾丸を切れ、奥義裁断剣。町井が挑む次なるお題は、想像を絶する難敵、エアガン。なんとエアガンから発射される弾を切るという。使用するのは直径わずか6ミリの BB 弾。銃と町井の間に設定した距離は15メートル。これほど離れていると、弾が飛んでくる場所がほとんど定まらない。そればかりか、肉眼で捉えることすら難しい。
にもかかわらず、町井に与えられた条件は居合斬り。刀を鞘から抜くと同時に飛んでくる玉を切る。それでは世紀の挑戦をご覧いただこう。これだ。ワン、ツー、スリー。来た。来たと叫ぶ町井。しかしあまりの速さに普通のカメラでは確認すらできない。だがスーパースローで確認すると、そこにはまさに神業といえる衝撃の瞬間が収められていた。これだ。ワン、ツー、スリー。左端に注目してほしい。確かに町井の刀が銃弾を切り裂いている。切断されたビビだ。これぞまさしく神業中の神業。だが町井の挑戦はこれだけでは終わらない。なんと今宵さらなる神業に挑む。その内容は斬鉄剣。アニメや映画の世界だけに存在する鉄を切り裂く剣の奥義。なんとその技にスタジオで挑戦する。この後平成の侍が我々の目の前で新たな伝説を作る。ほら、すごいですね。そして、これ鉄のパイプですね。これ本当のパイプですね。この硬い鉄パイプを木の台に置き、真上から刀でぶった切る。怖い。果たして町井の挑戦は成功するのか。声かけてくださいね。3時間スペシャルで鉄板切りに挑戦。新たなる侍伝説にご期待いただこう。